さて MMA のケージで行われるプログレスフォークスタイルグラップリングバンタム級5分2ラウンドです。左側ハシャーン・フヒト、右側花澤大輔。長谷川健代表が MMA でのグラップリングを考慮して立ち上げたルールの戦いです。鎌谷誠さんにお話伺います。これすごい興味深くて、はい、花澤さんってもともとパンクラスとかライト級でランキング1位とかだったん で、はい、まあ、通常おそらく80キロぐらいの、今 61.4 キロだったんですよね。で、もともとフィジカルめちゃくちゃ強い方だったんで、それがこう、はい、この10キロぐらい体重が落ちた状態でどんぐらいパワー出るのかなっていうのをとても興味深くて、でいつもこれってよく柔術とかのグラップリングを専門にされている方対こう MMA でグラップリング上手な人がやる構図がすごい多かったんですけど、この場合はこうお互い寝技が得意な MMA ファイター同士っていう。そうですよね。フヒト選手は鎌谷さんとも2015年 MMA で、あ、そうですね、対戦してますもんね、はい、それこそ僕絶対寝技だけだったら、はい、ハシャン選手に勝てないと思うんですけど、はい、その試合は、まあ、打撃があったことでギロチンを決めれたんで、はい、そうでしたね。この試合すごい注目ですね。まあ、そのフヒト選手が37歳、花澤選手は47歳。いやみんな年を取りますね、やっぱり当たり前ですけど鎌谷さんが今39歳ですね。まあ、ちなみにこのルールですが、テイクダウン、リバーサル、それからバックを取ると2ポイント、引き込んだら相手に2ポイント献上、パスガードはポイントありません。そして下になった方が立ち上がって脱出すると1ポイント返すことができます。それからもちろんそのグラップリングサブミッションでの1本ですね。まあ、だからこうトップからの寝技が大事なんで、はい、このレスリングの部分がすごい重要で、はい、そこは面白いですよね。まあ、今立ちレスって本当にまた非常に重要だなというふうにも、ね、さらに叫ばれていますよね。でもなんかお互い MMA ファイター、元 MMA ファイターなのにこの壁をそんな使わないっていう、はい、あ、ははそこもまた面白いなって見てて思いますね。これ確かに中央ですもんね、はい、ずっと普通結構 MMA の人だとすぐ壁に押し込みたくなるのかなと思うんですけど、はい、前に出るとハシャンフヒトはさせず位置を入れ替えています。今組手争いの段階で、はい、まあ、首を捉えるようなリーチ長いのは左側、これ黒いハーフパンツのハシャンフヒトです。柔道、それから柔術、黒帯なんですか。はい、すごいな。それから元 DXFC 王者なんていう背景もあります。ここケージが近くなってきましたね。今なかなかタックルにお互いやっぱ足触りに行かないですね。行かないですね、はい、確かに。あ、今一瞬体勢低くした、まあ、潰されるのをこう嫌うのかなっていう。はあ、はあ、一回こう上だけでいけなかったら足触ってみても面白いんちゃうかな、はい、とか思うんですけど、まあ、どこに集中してくるか。ハシャン選手は結構首相撲が好きなんかなっていう。あ、よく掴みますね、はいはい。まあ、この身長差っていうところも。そうですね、はい、僕試合した時も思ったんですけど、ハシャン選手って絶対なんかこの、これ引き込みましたね。これでまず上になった花澤がこれ2点を、はい、得るという形ですが、下からの攻めを選択したということになるんですね。ハシャン・フヒト鎌谷さん、ここから足組んでますね、はい、あ、右腕使ってきますね。今はラバーガードをちょっとしようとしようかなっていう、はい、ただ花澤さんがしっかり脇、はい、を締めて、うん、この2点を守りに行くのかなという展開ですよね。まあ、これで下から決めてしまえばいいというのがフヒト、ね、アシャンなんですね。こう展開がなさすぎてちょっとこう賭けに一つ出ましたかね、はい、何か、まあ、トップを取っている花澤大輔、花澤ってこう、はい、抑え込みがすごい硬いんですよ ね、ですよね。力ありますしね、はい、残り時間1分、まあ、シルバー枠扱いでない柔術黒帯に今の自分がどれだけ通用するかと。三角足の位置変わってくる。今はクローズドガード。そうですね、今のがもうちょっと足上がってきたら、はい、チャンスだったんですけど。そうですね、そうやっぱやってる方も分かってるんで、なんかさせないですね。残り45秒を切りました。今度左手で、まあ、こうやって、あら、これガードも上がってきます。
まあ、左腕でこう首を抱えながらですよね。そうですね。でもあれでまあギロチンとか取れることはまあまあなかなか難しいんで、はい、まあ、足は硬いなこれは。いやそうですか。今度は右足使ってきます、はい、ラバーガードの体勢はそれでも時間がないか、生かせないですよね、はい、もう密着してますね、はい、ちょっと現役時代思い出しますね。あ、これ標識が鳴っています。残り10秒を切った。フォークスタイルグラップリング、おお、ナイス、ナイス、これひっくり返しましたね。大事なんですよ。リバーサルとなりました。ハシャンフヒト、リバーサルは2点、2点ですね。じゃあ今同点なわけですね。今これ場内には、あ、2対2という、これ電光掲示板も見えています。あ、長谷川県代表がその前にいますね。リバーサルよりポイント。整理しますと、ハシャンフヒト選手が引き込んで2ポイントを与えてひっくり返しました。リバーサルで2点を返しています。そうですね、これで2対2、まあ、ハシャン選手が試合を作っていってますよね、どっちかというと。あ、そうですね、はい、でも鎌谷さんの解説でも気になったんですけれども、やっぱりトップを取ってから、はい、金澤さん硬いなっていうところですよね。やっぱああされるとなんかパスガードとか結構狙っていくと、逆にハシャン選手もチャンスあるかなと思うんですけど、こうあんだけしっかり守り固められていると、まあ難しいでも、その中でも最後リバーサルしたんで、次のラウンドどういう風になるのか。いや、そうですね、はい、まあ、ちなみに花澤選手ですけれども、あのロードバイクにはまって肉体改造したなんていう風に SNS には綴ってますね。まあ、かつては MMA でマキシモ・ブランコであったりハンスーファンに一本勝ちなんてことも、そうですね、マッキーに勝ってましたね。ありましたね、マキシ UFC 行きましたもんね。いや、めちゃくちゃ強かったです、僕一緒に練習しましたけど。あ、そうですか、はい、いや、いろいろ歴史をたぐることができます。さあ、最終第2ラウンド、あと5分。ちょっと花澤の積極的ですね、これスタンドの状態でいち早く組んでいこうと力が入っています。そうですね、まあ、組んでより、おこれ力関係も分かってきたか。スピードがありますもんね、第1ラウンドより、ね、キビキビ動いています。やっぱこう久しぶりに試合をするっていうのもあって、はい、体力的な部分でちょっと温存したのかなっていうのも、もうちょっと今フルでいく感じがしますね、はい、押し込んでもう出していいぞという判断、はい、まあ、対してフヒトをやって一旦離れます。まあ、佐々木西田選手であったり笹本達樹選手、コロ選手、それからヤマスドミネーターサトシ選手との対戦も MMA で経験しています。そうですね、あの時はヤマス君もバンタムでしたからね。いや、そうですね、はい、時は流れたってやつですね。そうですね、本当にそうですね、まあ、開始から1分経過、本当にこのスタンドでどちらがこれ流れを作るかっていうところが、本当に次のテイクダウンはめちゃくちゃ大きいんじゃないかなって思いますね、はい、得点は2対2のままです。ちなみにコロ君と橋本選手はどっちが勝ってるんですか、はい、これがコロ選手でしたかね、ちょっとごめんなさい、もう一度調べてみます。まあ、そして得点は同点、何を狙ってくるかっていうところもそろそろ考えられますよね。やっぱりお互いテイクダウンじゃないかなと思うんですけどね、やっぱ一回さっき引き込んでみて、はい、あのスイープできたんですけど、はい、時間かかるなって多分印象あったと思うんで、できたらトップ取りたいっていうのがあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それからお伝えするのが遅れましたが、これオープンフィンガーグローブをつけてのフォークスタイルグラップリングです。そうですね、金網って、はい、手当たるとめっちゃ痛いんで、いや、そうですよね、はい、お、押し込んできた、いいです、ここは金網に、しかもしっかり右手がさせて、フヒト、お、もろ差しか、両腕刺す、入れ替える、あ、これ左は止めて、しし、ね、そうですね、首回り、まあまあ、はい、五分の展開に戻してまた離れています。まもなく残り半分、そうですね、この半分で何か起こせるのか、はい、起こしてもらいたいですよ ね、 そうですね、やっぱり、ね、はい、この2人ですから、はい、それから花澤選手の一挙手一投足、スタミナの残りの具合なんていうところも、ちょっと疲れてきたんかなっていう感じ若干しますけどね。そうですか、最初の
この2ラウンド目の最初の感じと比べると、ちょっと疲れたんかなっていう。あ、それも47ですよね、花田さん。そうですね、はい、それすごいですよ、47でこんなやるって、まあ、今もう右左とこう動いています。ちょっと受けに回るし、お、ああ離れた。最初結構花田さんから言ってたんですけど、はい、今ちょっと受けるシーンが多くなってきてますよね。ちょっと圧力の差出てきましたね。ちょっと疲れたんかなってやっぱ、はい、あ、お、ナイス、惜しい。あ、片足シングルレッグも外しています。でも橋原選手はあれをこう繰り返したらいいんじゃないかなって、はい、お、また引き込んだ、引き込んだ。しかも残り1分半で、これ勝負、お、この段階でこれ大きいですね。そうですね。お、でも、お、でも花田さんやはりこうなると先ほどのこれ鎌谷さんのお話でいくと、まあ密着してこれ強いっていうところ上ですよね、はいはい、ただ先のスイープが、でもこれスイープ決まっても同点ですからね、はい、え、まあ、ですからどう考えているかですね。ギロチン狙いながらスイープ狙ってるのかな。はい、いやでもこれで4対2。まあ、花田選手、おー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 、これ上半身支点にして今なんとか耐えました。そうですね、逆にちょっと今花田さんパス狙い始めてるのかなって、はい、ねえ、狙い始めると逆に橋田選手にもこうスイープするチャンスが、はい、そうですね。いや、試合もやっぱ脇硬いですね。佳境に入ってきましたね、はい、残り30秒切りました。ここは死に物狂いで腰を抱くんじゃないですかね、うん、おお、あ、外すか、お、三角いけるか、いけるか、足が上がってくる、お、上がった、三角締め、体勢はどうだ、十字、十字、腕十字も視界に入れる、お、お、あ、でもちょっと時間が足りひんような気もする。でももう一度足をセットし直そうとしています。何度も何度もですね、この形では締め切れないか、難しいですね。うーん、残り時間がさらに少なくなった。今タイムアップ、下から果敢な攻めはハシャンフヒと花澤、耐えたと見ていいですか。そうですね、すごい難しい試合でした。展開作っていったのはハシャン選手、はい、で実際も最後の、三角、はい、もまあ、決めれるかはちょっと分からなかったですけど、結構な形入ってたんで、もしこれだけを見てこうなんかポイント関係なく、はい、どっちが勝ったって言われたら、はい、まあ、なんかこう僕やったらこうちょっと橋原選手が作ってた感じがするんで、はい、かなと思うんですけど、いや、ポイント的には花田さんの優勢なんで、まあ、そうですね、はい、赤コーナー橋原選手2ポイント、勝者青コーナー花澤、花澤大輔判定勝ち、4対2です。ちなみに面白かったです。そうですね、はい、動きがあったのでちょっとお伝えするの遅れてしまったんですが、はい、ハシャンフヒト選手、コロ選手とはドローだったんですね。でも花澤選手に改めて、いや、すごいですよ、47でこういう舞台に上がってこんなにパフォーマンスするってすごいと思います、はい、まずはそれだけの体、エネルギー、それから闘争心ですよね、はい、全てこうやってぶつけてきたわけです。10歳下の選手ですもんね。いや、そしてこう47で減量ってなかなかできないですよ、ね、やっぱ年々減量ってしんどいんで、はい、まあ、今の花澤さんの普段の体重がちょっと何キロなのか僕ちょっと分かんないんですけど、それそうですね、はい、ちょっと聞いておけばよかったなという気もしますが、いやすごい。鎌谷さん今何キロぐらい？僕は今70キロぐらい、現役の時とそんなに変わってない、はい、確かにそうですね、体を見てみますと、はい、いや、これがもう1回っていう指に見えてきますね何か出てほしい、ぜひ出てほしいですね、はい、まあ、ケージに一礼してこうやって、いいですね、礼儀正しいところをさらに見せて花澤大輔がケージを後にします。ハシャーンフヒトに勝って後にします。